オープンシーズンはソニーピクチャーズイメージワークスによる長編アニメーション映画作品、同社のフル CG アニメーション第一弾。この映画の日本語吹き替え版では、ハリウッドから直々に声優の指名があり、石塚秀彦、ヤシマ人、木村吉野が選ばれた。また、声の出演にパフィーも参加し、ケミストリーも出演のみならず、 楽曲を提供している。IMAX3D 版も制作され、日本でもメルシャン品川 IMAX シアターで公開された。山あいのチティンバーラインで暮らしているパークレンジャーのベストクマのブグ。動物ショーに出演しながらベスと一緒に過ごしているため、クマでありながらペット同然だった。しかし、ハンターの車に縛り付けられていた鹿のエリオットを気まぐれで助けたことから、 エリオットに付きまとわれるようになる。さらに動物ショーでエリオットが逃げ込んできたためトラブルとなり、ブーグはエリオットと共にオープンシーズンが迫る森に送り返される。なんとか街に戻ろうとブーグは悪戦苦闘する。映画や DVD の最新情報はソニーピクチャーズプラスオープンシーズンが IMAX3D でありがとうございます。